ちは。ほのぼの一筆が中尾月香と申します。本日は、秋のが今一番見頃のバラですね。はい、まあ、それらと、まあ、バラといってもよく普段も書いておりますが、春も綺麗です、秋も美しいです。はい、それと、墨絵タッチで紅葉も描こうと思います。はい、では、よろしくお願いします。このね、金風紙に、バラを描いていきますが、まずピンク系のね、バラ、まあ、秋というとね、ちょっと黒っぽいバラも美しいんですが、ロマンティックに仕上げるために優しい色にいたします。はい、まあ、このようにして過去にバラは何度も描いておりますので、まあ、ほのぼの一筆画風ではいつもひっくり返しながら紙をこのように動かしながらアクティブに描いております。はい、少しねオレンジがかったものももう一つ加えますね。はい、ちなみに今描いているオレンジ系のバラは新鮮とかっていう花言葉ですし、ピンク系は感銘というね花言葉になります。全般に美とか愛情とかっていうねのがバラは花言葉になります。はい、そしてこの上の方にもちょっと描くととても華やかな金風紙が出来上がるかと思います。はい、まあ、恋人には赤系がいいと思いますし、オレンジ系は、男性のお友達とかにもいいと思いますね。女友達にはピンク系がいいと思うし、父親とか母親にはブルー系もいいかと思います。ブルー系は深い尊敬っていうね花言葉になるので、ご両親とか、まあ、先生とかそういう人にはいいかもしれません。目上の人とかね。はい、でこのように秋なので少しね、グリーン、春の、青々をしたグリーンから茶色とかミックスするととても秋らしい雰囲気に仕上がると思いませんか。はい、まあ、濃い薄いも少し入れながら描くとロマンティックなね雰囲気に仕上がるかと思いますわ。はい、バラはバラ科の植物でございます。はい、まあ、こんな感じで先ほど言ったブルー系は尊敬とかね、はい、そしてピンク系オレンジ系、はい、綺麗に仕上がりました。続いて、墨絵タッチですが紅葉を描こうと思います。まあ、11月も近づくとあちこち紅葉が盛んになってきますが、まあ、こちらね特に墨絵タッチといっても普通の絵の具の黒で描いております。まあ、たまには雰囲気変えて、こういうのもいいかと思って講座でもしております。紅葉、もみじはムクロジ科とかカエデ科の植物に、なりますが、花言葉は、調和とか大切な思い出とか美しい変化とかといったようなのが花言葉になります。はい、まあ、黒そしてグレー、濃い薄いをミックスすると雰囲気出てきますでしょう。西洋ではね、もみじは魔法の杖と言われて、もみじの下を子どもたちがくぐると長生きしたり恋愛、金運健康運アップって言われてね、結構いいことづくめ西洋は あるみたいですわ。まあ、日本でも古くから和歌とか和歌に読まれたり着物の柄にも用いられて雰囲気のある、まあ、美しい花っていうのかな、葉ですよね。はい、色のついたのも描きましたが、こういう白黒もね、たまにはいいかと思いました。はい、本日は、バラそして紅葉を描きました。まあ、この後ちょっとね、バラ園の、動画も少しございますので、ご覧になる方はどうぞ楽しんでください。本日もありがとうございました。